20代の頃に比べてその毎日好きなことをやれるようになったとはいえど、じゃあ全部が好きな仕事かっていうとやっぱりそうではなくて、例えば3月までやっていた大学の仕事はどちらかというとそのやりがいのあるけれども苦手な仕事、その教授会にも出て、そのオープンキャンパスも毎週出て、で時間割がきっちり決められて、でやっぱどちらかというと苦手な仕事なんです。でもこれパラレルキャリアとかで語られるときに言うそのライスワークとライフワークの考え方、まあ、ご飯を食べていく仕事がライスワークで、ライフワークはその生きがいの追求の仕事ってすると、じゃフリーになったから今では全てライフワークかって言ったらそうじゃなくて、やっぱそれはなんかバランスなんじゃないかなと思っています。で例えば私は白木さんと同じで3年サイクルで自分のキャリアを考えているんですけれども、その3年間でこうなりたいっていうその最終ゴールに対して1年目は種まき、2年目は水やり、3年目は収穫っていうふうに決めているんですね。でその3年間で今私は日本と海外をちょうど半分ずつ行ったり来たりしながら仕事をするっていう目標を立てていて、でも去年の時点では海外には行くけどマネタイズできてなかったんです。プレスツアーとして招待されるのはただの仕事も多くて、でそれってその仕事だけれども報酬はないっていう、なのでちょうどこの3年目なんですが、今はそれをどうそのマネタイズするかっていうのを今ちょうど取り組んでいて、まあ、その一つが出版である、そのアウトプットを一つ作るっていうこともそうですし、もう一つはそこからもっと関係性を作ってさらに先に踏み込んだプロジェクトを一緒にやろうっていうところもあるので、3年間は待ちます、焦らずに。ただそれが今年いっぱいかけてできないものは来年には持ち越さないと思います。